勝利しました。メガネの先輩稲川選手です。おめでとうございます。そうですね、まあ、前半から苦しい展開でしたし、この暑さでなかなか自分たちの思うようなサッカーもできなくて、まあ、一つ 0-0 で、ハーフタイムを迎えたということだけしか、成果もないですけど、まあ、シーズン通して、まあ、こういう難しい試合だったりそういう状況は何度も狂って自分を知っているので、まあ、こういう勝負ができてよかったと思います。自分はチャンスをもらっている中でなかなか決めれなかったですけど、まあ、常に前を向いて何でも打つ気持ちと、またレガルタの勝利に貢献したいと思いながら常に頑張ってました。まあ、本当に気持ちよかったですし、まあ、フォワードはチームが厳しい中点を決めるのが仕事ですし、やっと満員のスタジアムでメガルタの一員になればなと思います。そうですね、自分たちの目標である昇格復帰することに向けて、まあ、一試合一試合チーム全員で今日入ってないメンバーと一緒に、またチームのサポーター全員で一緒に勝ち取っていきたいです。それではこれより映画タイガーの道 by 木下グループマッチデーでの見事な勝利を記念しましてセレモニーを行います。はじめに株式会社木下グループよりマッチデー特別賞が贈られます。本日のマッチデー特別賞は背番号19番稲川雄介選手です。皆さん、本日は株式会社木下グループ県の投資の代表県の木下公務店代表選手の社長田中幸太郎様よりマッチデー特別賞として金一封が贈られます。皆さん、選手おめでとうございます。株式会社木下グループはメガルタ仙台を応援しています。続いてコカ・コーラ・ボトラーズジャパン株式会社よりホーム MVP 賞が贈られます。本日のホーム MVP は背番号19番稲川雄介選手です。マネジメント第1部営業第5課アカウントマネージャー森島進様よりホーム MVP 賞としてコカ・コーラ賞金1年分が贈られます。おめでとうございます。コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社はメガルタ仙台を応援しています。そしてもう一つのホーム MVP 賞ディサイシブストライカー賞の贈呈です。ディサイシブストライカー賞は背番号19番稲川雄介選手です。稲川選手には日本スポライク監督副部長石崎俊之様よりディサイシブストライカー賞として金一封が贈られます。稲川選手おめでとうございます。日本スポライクは日本スポライクに通してデザイト仙台の取り組みを応援しています。続きましてホーム関東賞を発表いたします。ホーム関東賞は背番号5番若狭正史選手です。若狭選手には若狭選手は若狭選手は若狭選手の社長中華市の鈴木様にメガルタ応援前1年分が贈られます。おめでとうございました。タイガー専門がメガルタ仙台を応援しています。最後に株式会社テスよりメガルタ仙台に車椅子を贈呈いただきます。こちらの車椅子は勝利するたびに1台メガルタ仙台に贈呈いただくことになっており、
各種ホームタウン活動に幅広く展開してまいります。チームを代表しまして若狭選手に受け取っていただきます。よろしくお願いします。ご協力のようお願いしています。Thank you.